マ,のマグロというように魚介類はどこで取れるかをこだわりますが漢方薬やサプリメントなども本当は取れる場所が大事です品質が同じなのは化学合成した薬だけで漢方薬やサプリメントは品質が違い希少価値のものは高価なのが普通です栽培をしているものでも出荷をする時期が限られており 効率が悪いものものありますお米なども同じ品種でも栽培する場所が違うと味や値段も違います漢方薬やサプリメントは有効成分というのがありますがその他の成分もたくさん含まれています植物の果や属によってある特定の成分を集める性質があります例えば ある渓谷で採れる日本山人参は痛みがあるときに使いますそれを他の土地に植えても痛みには効果がありませんそれはその土地にミネラルとしてヒ素が含まれるのでヒ素が持つ鎮痛効果と考えられます胃腸の木があるとします 祖鉄の中まで金や銀が取れる鉱山のありかを知らせる指標になります。金や銀が取れるところは、特殊な構造をしたミネラルが含まれています。それを利用できる植物がよく育ちます。だから、イチョウの木は、佐渡島や茨城県、大分県など、金や銀の鉱山があったところのものが品質の良いものとされていました。 イチョウの木は、葉に正解エネルギーを作り出すミネラルを効率よく集める性質があり、イチョウの葉を飲むことで頭が元気になります。お種人参と呼ばれる朝鮮人参は、ミネラルの中でもゲルマニウムを集めます。だから、朝鮮人参を栽培するときは、栽培に使う土が大切です。 薬用植物の栽培に適している土地があり植物の種類により土地が違うと思いますゲルマニウムは B 型肝炎の治療に使ったり痛みを止めたい時に貼ることがあります免疫力を高めたり血流を良くする働きがあります電七ニン人参という人参も中国の雲南省でとれる ある程度の大きさの人参に出血を止めたり血液循環を良くする作用がありますそして無農薬でないといけません滅菌すると鉄の酸化物はさらに酸化し元とは別のものになりますその土地が持つ鉄の酸化物に効果があります活性が保たれるためには 無農薬である必要があります特殊な構造のミネラルは植物が水を吸い上げる時にロートと呼ばれる管だけにたまります 500g 集めた時に30個以下になるものでないとまだミネラルが集まってないし大きすぎるとミネラルをたくさん含むところ以外が多く含まれますこのように漢方やサプリメントは 取れる場所によって、効果が全く違います。取れる場所だけではなくて栽培する方法や加工法までが大切です。漢方薬やサプリメントを大量生産しようと思い、栽培しても失敗することが多くあります。それは、土に秘密があるからです。